返った。あれてんだろセンス。やばすぎあれ。あれはいけるけど。例の捜査の件なんだがね。あ、はい。あれは打ち切りだ。え、打ち切りですか？この事件は迷宮入りだ。絶対に解決ができない。だから打ち切りだ。いやいやいや、絶対自分がやってみせますから。異論は認めない。この部署は今日限りで解散だ。待ってくださいよ。なやこなやこの集団。おはようございます。おはよう。だ誰？ボブです。だってこれさすがに警察に見えないですか？絶対ダメ絶対ダメ絶対ダメ。デビルモードダメっすか？絶対ダメ。怒られる。いやなんかスワットのあれ着てたらいいってマルン先輩言ってた。いや違う、あのさ、暗めの色ね。暗めの色。ああ黒。あ、ちょっともう一個だけ見てほしいのがあって、さすがに絶対怒られる。海賊は？海賊。うわ、ギリいけそう。よー、ちょっとギリいけそうなんだよな。これとかはオッケーってことですか？全然オッケー、全然オッケー。まあまあ、これはこれはこれは。うわ、微妙。あ、結構微妙になるんですね。微妙、あの、マジで際どい。これ、左下げるのは？それはいける、それはいける。いけるんだ。それいける、黒いからいける。じゃあ、これでいこう。やばすぎ、誰かわかんねえ。やばすぎあれ。あれはいけるけど、あれはまあ黒だからいけるけど、いかれてんだろセンス。あれいかれすぎ。デビルモードやばいわ。まあ、暗めだったらパッと見黒警察ってわかればいいんだけど、パッと見誰ってなるな。まあ、なんだろう、名前は警察か、まあ、黒ければ、まあでもなんか、ギリギリをついて、黒ければいいのをギリギリをついてる気もするが、まあちょっと見てみたい、あれは。じゃあ、もう言いやがった。まあ、君は人のせいですよね。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫ですか？なんか、揉め事ですか？我々は関係は、マクドナルド様と警察の方々で話し合われています。大丈夫ですか？なんか演劇やってましたね、今ね。あ、そうだったんですか？私の、仕事中でしたね。私のには振り込まれてないぞ、今。ツイッター、ツイエクス見ました。金和瀬屋さんですか？ええ、金和瀬屋と申します。これセリフ言ってくれるんですか？もしあなたが望むようなシチュエーションがあれば、そのセリフを言うような、あるいはあなた様が言われる、もしくは言うシチュエーションを叶えて差し上げることが可能でございます。まあサイコロ振って言ってもらうってこともできるんですか？言ってもらうということも可能ですし。じゃあそのセリフガチャでお願いしても？かしこまりました。少し離れましょう。あ、はい。え、嬉しい。ではダイス2でお好きなサイコロを振らせていただきます、ね。ていただければ。スラッシュ DICE。振らせていただきます。うん。ほい。5の3。5と3だと35となりますので、はい、今ここに俺が来なかったかというシチュエーション、あるいは言われるシチュエーションです。はい。マルン様が参加されることも可能ですが、はい、もしお恥ずかしいようであれば、私が申し上げることも可能です。ちょっと、見ておきたいタイプです。ああ、なるほど、はい。よろしければ、シオン様、ご協力いただくことは可能でしょうか？あ、いいですよ、もちろん。いいんですか、むしろ、私で。もちろんでございます。はい。シオン様はこの言葉、言いたい、言われたい、どちらかご希望ございますか？何でしたっけ、今ここに俺が来なかったか？ええ、さようでございます。なるほど。ちょっと、難しいな。ちょっと見たいですね。言ってるのを言われてみたい。これかってなりたいです。かしこまりました。はい。では私が一度参って声をかけた後、はい、もう一度私と同じ人相の者が参りますので、うん、その者と話していただければと思います。わかりました。いや、ちょうどさっき僕がシチュエーションでやってもらった時にマクドナルドさんが突撃してきてすごいカオスになってました。もうあまりにも面白かったですよ。シオン君。あ、はい。例の捜査の件なんだがね。あ、はい。あれは打ち切りだ。え、打ち切りですか？ええ。いやいや、でも全然途中じゃないですか。この事件は迷宮入りだ。絶対に解決ができない。だから打ち切りだ。いやいやいや、絶対自分がやってみせますから。異論は認めない。いや、そんな、なんでですか？この部署は今日限りで解散だ。以上。は？待ってくださいよ。
だよ急に。これからどうすればいいんだよ。あんなにもあの人たち苦しんでたのに。シオン君。あ、先輩。今ここに俺と同じ見た目のやつが来な。いましたけど。バカ野郎。ですか。そいつがあの事件を起こした犯人だよ。は？どういうことですか。追うぞ、ついてこい。あ、はい。すごすぎ。ちゃんとドラマになってますよ、ね。すごいです。いかがでしょうか。これぞエンターテイメント。最高です。いやもう とてつもなくいいもの見れました。ありがとうございます。いえとんでもない。二人ともすごすぎる。これか。番号に振り込む感じでいいですかね。ああ、お題は感謝のみで結構です。いただいておりません。いや、そうなんだ。さすがに僕もお気持ちだけでもよろしいんですか。はい。では私本日の ID は334でございます。334、じゃあこの次シオンさんもお聞きしていいですか。よ楽しませていただいたんで、そんな ありがとうございます。はい、楽しい。シオンさんは、あ、いいんですか。もちろん304です。304、二人とも最高でした、はい、よかったです。いやもう即興がすごくて、ありがとうございます。こんなに。はい、いや、こちらこそありがとうございます。すごくいいもの見れました。はい。まあ、僕もお気持ち程度ですけど。こういったものは感謝の気持ち、それだけで十分なのですよ。いや、ありがとうございます。また見かけ、また見かけたらお願いしてもいいですか。時折巡業にこの町に参っておりますので、もし機会があれば。わかりました。ありがとうございます。お邪魔しました。とんでもない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。わお。はい、ありがとうございます。行ってきます。ありがとうございます。汗出たわ、ちょっとすごすぎて。やばすぎる、あれ。シオンさんの対応力バケモン。ちょっとバケモンです、あれは。無線抜けちゃったもん、ちゃんと聞きたくて。すごいわ。